はい、今日もよろしくお願いします。令和6年の、名古屋場所の、番付が発表されたので、横綱から見ていきたいと思います。まず、横綱は照ノ富士ですが、今場所名古屋場所出れるのでしょうか。夏場所はね、初日だけ出て大の里に負けて、あとは休んだというね、形になっていましたけれどもね、名古屋出ないとなんかまたね、相撲協会の方から言われるんですかね。大関ですね、琴桜が、東にいます。琴桜は、11勝4敗ですね、夏場所はね。まあ大関になってから2桁勝ってるということで、まあ安定して強いなといった感じでしょうか。そして西に豊昇龍。豊昇龍もね、最初の一場所だけですね、8勝7敗という成績でしたが、その後はずっと2桁勝っていて安定して強いなというイメージでしょうか。そして西の、角番大関ですね、貴景勝がいます。貴景勝も初日出て、平戸海に負けて、その後ずっと休場ということでしたので角番ですね。そして関脇で阿炎ですね、東に阿炎。阿炎は初めて2桁勝ったんですね、三役になって。三役での2桁勝利は初めてということでね、東の関脇というところに、番付はいます。そして西の、関脇にね、大の里が新関脇という形で上がってきました。大の里はね、もう皆さんご存知の通りね、12勝3敗で、優勝しています。幕内最高優勝、していますね。はい。小結びで12勝したということでね、大関の起点も作ったということでね、名古屋場所もとても楽しみです。そしてね、霧島がね、落ちてきてしまいました。霧島は1勝6敗ということでね、あとは全部休みですね。うん、関脇に落ちてきました。関脇でね、10番勝てばまた戻れるということなので、どうでしょうね。まあ、怪我さえ治っていれば10番は勝てる力士なのかなと思いますけれども、そして、東の小結に大栄翔がね、再小結びという形ですね。まあ、一場所で戻ってきました。一場所で三役に戻ってきましたね。はい。そしてね、西の関脇に、平戸海が新小結びという形でね、小結び、平戸海は東の2枚目で9勝6敗という成績でね、上がってきました。最後ね、5連勝したんですね。夏場所は最後5連勝で9勝6敗ということでね、上がってきました。そして、東前頭筆頭ですね、ここに明生ですね。明生は、5枚目で10勝5敗ということでね、上がってきましたね。そして、西の筆頭に熱海富士ですね。熱海富士もまた、上位総当たりの場所となります。ここでね、勝ち越して三役、新三役というところをね、目指してほしいなと、本人は目指してると思うんですけれどもね、今度で3回目で 4回目かなの挑戦になりますのでね、頑張ってほしいなと思います。そして、若元春がね、東の2枚目にとどまりましたね。4勝8敗ということで、関脇から、どれくらい落ちるかということだったんですけれどもね、やはり周りとの星の、兼ね合いっていうのもあってね、2枚目ぐらいで、収まりましたね。これはまあ自分も、東の2枚目っていうところにね、番付予想で、言っていたので、まあ、このあたりなのかなと。そしてね、御嶽海がね、西の2枚目まで上がってきましたね。御嶽海はね、8勝7敗という成績だったんですけれどもね、これもあの番付は生き物ですね。周りとの星の兼ね合い、まあ最後ね、4連敗というのがもったいなかったですけれども、まあ2枚目まで上がってきたという形ですね。そして、高安ですね。東の3枚目に高安が、高安は据え置きかな、据え置きという形ですね。途中ね、5日間休んだんですけれども、それでも7勝したということでね、据え置きになっております。そして、西の3枚目に豪ノ山ですね。豪ノ山は、
西の2枚目で6勝9敗ということで1枚落ちという形になっています。そして翔猿が、東の4枚目まで半枚落ちという形ですね。西の3枚目で6勝9敗ということでね、半枚落ちということになっております。思ったより落ちなかったかな翔猿、もう少し落ちてしまうかなと思ったんですけれども。そして西の4枚目に裏ですね。裏もね7勝8敗ということでね、据え置きになったんですね。あのね、初日から6連勝してね、その後8連敗したっていう面白い星の並びだったんですけれどもね、裏らしいなという感じでしょうかね。そして東の5枚目に阿武咲ですね。阿武咲も7勝8敗だったんで据え置きになったんですね。そして西の5枚目に湘南の海。湘南の海が思ったより上がんなかったかな。まあ、先場所活躍してね、まあ、10枚目っていうところで9勝6敗なので、まあ、この、まあ、それにしては上がったという方だと思うんですけれどもね、まあ、最後4連敗もったいなかったなってね、思いますけれども、途中でね、優勝争いのトップに立ったりもしましたけれどもね、最後ちょっと崩れましたね。最後力がなかったって本人もね、コメントしていたので、まあ、名古屋は頑張ってほしいなと思いますけれども。そしてね、6枚目にね、隆の勝ですね。隆の勝も思ったよりは上がんなかったかな。隆の勝はね、8枚目で8勝7敗ということでね。まあ、この辺でしょうね。この辺ですね。まあ、もう少し上がるかなって予想はしたんですけれども、6枚目、東の6枚、6枚目というところでしたね。そして王鵬が西の6枚目にいますね。王鵬は東4枚目で6勝9敗ということでね、少し落ちたという形になっていますね。そして琴勝峰、東の7枚目に琴勝峰。琴勝峰は、西の8枚目で8勝7敗ということで、少し番付が上がったという形で。ね、琴勝峰もね、最後の3連敗がなければね、ちょっともったいなかったですよね。2桁勝てばもっと一気に上がったんですけれど。そして西の7枚目に佐田の海ですね。実力者が、また少し番付を上げてきたという形でしょうかね。佐田の海11枚目で9勝6敗ということでね、少し番付上がりました。そして竜電もね、番付上げてきましたね。東の8枚目に竜電。竜電は10勝5敗ということでね。まあ最後も3連勝して、いい形で夏場所締めくくってましたけれどもね。名古屋場所も期待したいですけれども。そして西の8枚目に金峰山。金峰山は、8勝7敗、西の10枚目での8勝7敗ということでね、2枚上がったという形です。そして東の9枚目に欧勝馬ですね。欧勝馬はね、敢闘賞を取りましたよね、確かね。初めての敢闘賞だったんですけれども、まあ14枚目でね、10勝したんでね、番付の方は9枚目まで上がりましたという形ですね。そして西の9枚目に玉鷲と。玉鷲は、最後ね、千秋楽に負け越しちゃいましたけれどもね、よく星戻しましたよね。途中まで苦しかったんですよね。2勝7敗ぐらいだったのかな。でね、そこから5連勝して7勝7敗で千秋楽を迎えて、千秋楽に負け越したという形になっちゃいましたけれどもね。西の9枚目に半枚落ちですね、という形です。そして正代がね、10枚目、東の10枚目、正代は、7勝8敗西の9枚目での7勝8敗ということで半枚落ちという形になっています。そしてね、西の10枚目に翠富士がね、落ちてきてしまいましたね。翠富士は、西の6枚目での5勝10敗ということでね、まあ、先場所はなんか押しに徹したんですかね。あの途中でね、あの伊勢ヶ濱親方がね、解説に来てた時も、あの相撲自体は悪くないよなんて翠富士は言われてましたけれどもね、ちょっと
ね、いつも の, あの技の、ね、肩透かしみたいなのもう少し見たかったなとファンとしてはそう思うんですけれども、はい、東の次11枚目に一山本が上がってきたという形ですね。1枚だけ上がったのかな。12枚目での8勝7敗ということでね、1枚上がっております。そしてね、西の11枚目に錦木がね、落ちてきてしまいました。どんどん落ちちゃいますね、錦木は。7枚目、東の7枚目でのね、5勝10敗ということでね、あの、小結びの場所からね、あの、負け越してってね、勝ち越せてないってわけですね。また上に上がってきてほしいなと思いますけれどもね。西の11枚目に錦木ですね。そして、朝乃山がね、小結びから12枚目まで落ちたという、これはまあ大体予想通りかな。個人的には13枚目ぐらいまで落ちるのかなって思って予想してたんですけれどもね、あの若隆景の時のことを考えたらそれ、これぐらいかなっていう感じでしょうかね。朝乃山が東の12枚目。そして、西の12枚目に、美ノ海ですね。美ノ海もなんか地味に勝ち越しましたね。8勝7敗。なんか最後1勝4敗っていう後半戦だったんですね。うん。で、8勝7敗になってしまったんですね。西の13枚目から西の12枚目に1枚上がったという形です。そして、東の13枚目に北勝富士ね。北勝富士もね、去年優勝争いして、小結びまで行ったのかな。その後ちょっと、まあ、怪我もありましたけれどもね、勝ち越せてないですね。北勝富士は、東の13枚目までね、落ちてしまいましたね。そして宝富士ですね。西の13枚目に宝富士。宝富士はもうね、一回十両に落ちましたけれど、さすがですね。また上がってきてね。16枚目、西の16枚目というところでね、9勝6敗ということでね。うん。また、13枚目までね、番付を戻したという形ですね。そしてね、東の14枚目にね、若隆景が上がってきました。若隆景は西のね、十両6枚目で14勝1敗で優勝ということでね。うん。ここまで上がってきましたね。そしてね、西の14枚目に遠藤がね、遠藤も一場所で帰ってきましたね。東十両3枚目で12勝3敗ということでね。そして千代翔馬は、西の十両3枚目での12勝3敗ということでね、千代翔馬どれくらい、千代翔馬も3場所ぶりぐらいですかね。そして狼雅がね、西の15枚目に据え置き、7勝8敗で据え置きという形ですね。そして、東の16枚目に輝きですね。輝きが東の十両5枚目で11勝4敗。輝きも3場所ぐらいぶりかな、と思いますけれどもね。そして錦富士の前に武将山が再入幕したんですね。武将山は、東十両2枚目での9勝6敗ということでね、上がってきましたね。そして錦富士が、幕尻と、東の17枚目というところに、番付があります。以上がね、幕内なんですけれどもね、これ実はね、今見たんですよ。今日、多分朝の、いつも通りなら朝の6時ちょっと過ぎぐらいに発表されてると思うんですけれども、今日はちょっとね、休憩中とかも見れなかったんで、今初めて見てるんですけれどもね。ちなみにね、タケル富士は、十両の東の2枚目ですね。タケル富士は6枚目ぐらいだったんだよね、確かね、先場所。まあ、全休ということで、まあ、しょうがないですね。それと、友風も随分落ちましたね。まあ、東の16枚目での2勝13敗ということで、東の7枚目までね、落ちてますね。
白鵬方が東の13枚目にね、まあとどまったという形ですね。白鵬方も5勝したんですね。まあ途中コロナで下日休んでましたけれどもね。そしてね、あの西の13枚目に火曜がね、新十両ですね、中村部屋なんですね、中村部屋で初めてかな、初めてですよね。そうなりますよね、中村部屋が今場所からだから初めての関取っていう形ですね、きっとね。そして14枚目、東の14枚目に藤青雲がね、最重量という形でね、藤青雲も今場所も頑張ってほしいですね。そしてね、西の14枚目にもね、新重量、これ名場ためって読むんですね。名場ためさんがね、双子山、これと栃木県の方で桜市だったかな、双子山部屋のね、力士ですね、楽しみですね。はい、炎鵬とかどうしたかな。炎鵬、まあ序ノ口だろうけれども、まあ炎鵬はね、炎鵬、あ、いた、序ノ口の西の13枚目まで落ちてますね。まあ全休ですから、まあ落ちるのは分かってましたけれどもね、まあ序ノ口の西の13枚目に炎鵬、よくね、ネタにしてる、ショート動画のネタにしてる気泡なんかは、気泡はね、もう、あ、先場所から川添か。川添になって、どこまで落ちたんだ？川添はジョニーダンの、西の13枚目、ん？ 23 枚目、西の23枚目までね、川添は落ちてますね。川添もね、先場所最終、7番相撲だけ出たんですよね。3段目の80何枚目でしたよね、確かね、川添ね。そこで7番相撲だけ出て、1勝したんですよね。だから1勝 6休み、6休っていう形になってるんですね。うん。よく、その他にも、個人的にネタにしています。ネタで、ネタっていうかね、ネタっていう言い方あれだよな。個人的にこう、ショート動画に、ショート動画のニュースで使ってる安王賞。安王賞はね、先場所3勝4敗って負け越してるから上がってるわけはないから。あれ？結構落ちたんかな？あれ？安王賞はどこまで落ちてんだろうね。あれ？あれ、幕下30枚目ぐらいだったと思うんですよね、安王賞はね、確かね。30枚目で3勝4敗の負け越しだから10枚ぐらい下がってるよね。いた、東の39枚目ですね、安王賞はね。先場所初めて負け越したんですね。でもただまだ19かな、安王賞はね。安治川部屋の新鋭って言われてたけど、まだ19だからこれからっすね。ということでね、まあ、ショート動画ね、毎日アップロードしてますので、ぜひ見てほしいなと思います。はい、なんかほとんど、ね、やっぱ個人的に注目しているのが大の里だったり白鵬鵬朝乃山、あと貴景勝ね。そのあたりは結構ネタにしてますので、ネタじゃないんだよな、ニュースにしてますのでね、ぜひ見てほしいなと思います。はい、ということで今日はですね、令和6年度名古屋場所の、番付を発表しました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。